はい、また親父がねやらかしました。なんとねもみ袋を巻き込んじゃったみたいだね。この下に、下にねもみ袋が今入ってるから、あのもみ袋を途中で落っことして、それがねなんと下にこのような感じで挟み込まれてしまった。どうすればいいんだこれ。もみ袋は、もみ袋がね下に挟み込まれてます。ちょっとねこのもみ袋救出対策戦をやりたいと思います。頑張りましょう。はい、バックして、バック入っちゃってっから真ん中、もうちょいバックしとけんな。あ、ジャッキで上げるかそれかしかない。このまま引き出しまで、いやバックでいいよ、バック。ああここでさ片輪走行すればいいんだ。片輪こう上げて走行すれば、のり面に上げて片輪でこう斜めになっていけば起こるっしょ。少し手と大事だ。じゃあこれバックしてここで片輪でやってみ。片方上げれば大丈夫だわ。いや分かんない、見えねえけど。ダメ、無理だね。片輪上げないと無理、隙間がないもん。無理無理無理、全然無理、全然出てこない。引っかかってるのあれ、あ引っかかってる。そこ片輪上げて、片輪ここで片輪こう上げてこう斜めに行けば落ちかもしれない。片輪上げて、いいよ、まっすぐ行って、片輪上げてねえだと作戦に入ります。マジちゃんとやってくんないとね、困るんだよね。これで上がるから、片輪上げていけばねなんとかいって、いいよどんどんいって、いよいよこれでダメだったら工場だね。だからちゃんとやってって言ったんだよな。まだまだ、もうちょい行っていいよ。これでダメならもうダメだね。工場で、工場であげるようだね。ジャッキであげて。終了だね、稲刈り。バックでできるかな。バック、これでダメなら無理だから。これでダメならリフト上げるようだ、上。もう終了、終了。稲刈り終了でございます。ちゃんとね皆さんは気をつけながらやっていきましょう。少し前後してみ、これで、これで前後してダメだったらもう完全に入っちゃってる。ダメだな、出ない出ない、やってんねー。いや俺やってみっから一回、ちょっとね俺が運転してみます。ダメだね、曲がしといたの俺がバカだった。ちょっとね、あバック、ストップ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 、
やめたら下がるわけねえ。もっといだ。すごい、ちょうど出る。あら、ここまで出てんだよ。あ、これぶっ壊ちゃえばいいんだ、もっと。何も分からんの。これぶっ壊ちゃえばいいんだ、カッターで。カッターがあるんだ。いや、もう全部カッコツなんだよ、こっから。いくらもするんだ。てめえが軽くぶっ壊すな。丸くなっていくんだ。カッコツがいいんだ、なんで。かかんねえだもん。信号終わり。帰ろう。ぶっ壊ちゃえば、カッターで。バーッと出ちゃったって何分走った。はい、しかもね、斜めになって止まったまんま終わりました。これで、今日の稲刈りは終了になります。それではまた会いましょう。バイバイ。もうね、ノコギリで釜でね、切っちゃうしかないね。ちゃんと見てやってよ。勘弁してくれよ、マジで。どうすんのこのめんどくさい事態。ここでぶちまけるってのもなんかね、すげえ損した気分になるよね。せっかく作った米をさ、こういう状況でここでぶちまけるの。傾いちゃってるよこれ。どうすんのこれ。あと1本2本列レールを作って少し上に浮かせば取れる可能性はあるよね。最悪あれか、角材かなんか持って、あ、はしご持ってくればいいんだね。はしご2本で両足のカタピラーで浮かせた状態でやればなんとかこれかもしれない。それしかないね。ジャッキもここじゃ上がらないし。また会いましょう。バイバイ。終わった、終わったよこれ。はい、どうも一般人です。パンピーの稲刈りチャンネルへようこそ。というわけでね、今回はね、救助します。あそこにね、うちの親父がね、後ろにあれをやっちまったんで、ちょっとね、もみ袋、このもみ袋がね、ちょうどあそこのね、キャタピラーの真ん中に入っちって出てこなくなっちゃって、しかもね、傾けたらでっかなと思ってやったら、今度ね、傾いたせいでガソリンっていうか、軽油がね、偏っちゃって、エンジンが止まっちゃったっていう、もう、ドツボ状態です。今ね、ちょっとはしごを持ってきたんで、それで救助をね、行っていこうと思います。まずは軽油入れてエンジンをね、かけたいと思います。頑張りましょう。はい、ではね、こういう風にはしごを2つ並べて、ここを登る感じで、あれをね、登らせれば、下にね、もみが落っこんじゃねえかっていう作戦でございます。うまくいくんでしょうか。は、残したいんですけどね。ちょっとね、ここ、軽油、こっからね、入れるんで、こっからね、軽油を入れてから出しちゃいます。傾いて燃料が空っぽになっちゃった。じゃあね、この軽油を入れていきます。入れていきます。